うんちょっと苦手でなすぐ会って迷惑になるからこっちでやろうと思ってたんだが別に私は構いませんよ篠宮がいいならいっておくのマジですぐ終わるからな嫌なら言えよ 拷問には大きな刺激を一定感覚ごとに与えるというものがある感覚が鋭敏な家具屋にとってこれは拷問のようなものむしろ拷問そのものせっかくの会長と2人きりそれを考えればこれから